今日はね、成城市に来てて、酒をね買おうとしてんだけどね、まあコロナで、まあ店もやってないっていうことで、あんまりいいところが、まあなんかいい感じのワインかなんかがあるかなっていうね。まあどうなんだろうね、まあ、ワイン買うときって、まあこういう早飲みワインっていうのは、まあ大体ラベル見て買うこと多いけど、まあ、でも大体ね、あのフランス産買えば、まあ、外れはないかなっていうね。フランスは格付けするのはあの国挙げてやってるからね、あれ結構マジでやってるから。だからまああんまりね、フランス産でクソまずいっていうのを飲んだことなくて、まあこっちもいいんだけどね、こういう茶色いやつね、まあね、よく飲んでるやつなんだけど、ああこんな安いんだっていうね店で飲むと高いのに。でちなみに上の段来ると、まあアイラ系のね、ラフロイグ、ボーモア、この辺来るね。グレンファースクラス、これジュニアって、これ多分ちょっと安いんじゃないのかなっていう。これネットでググれば多分もうちょっと高くねえかって。ラフロイグセレクトカスク、まあね、注射器臭いやつが、こっちがちょい高ワイン、まあほとんど飲んだことないやつだね。なんかちょっと、まあ、味がどんなんかわかんない。たまにね、この成城石、あのまあ今ないけど、あのシャトーパルメの産休でアルタエゴっていう、あの酒ワインがあるんだけど、それまあ大体ネットで買うと、まあ年代によってもやっぱりちょっとこう、開きはあるけど、まあ2級ワインだからね、セカンドワインだから、まああんまり高くない。まあ高くて8000とか、それがね3000円で売ってたんだよねなぜか。でもう売ってるの全部買ったからね、3000円もうそう、たまにねこう知らなくてこう間違えて出しちゃってんじゃねえかなっていうすんげえ安く売ってんだよね。ちなみにこっちはカリラ12年、まあアイラだね、大体もうシングルモルトだね、アイラ系ばっか。ああラフルクォーターカスク、これもでも4000いくらって、これちょっと安いんじゃねえのって。アイラの中でも俺ボーマーとねラフルクが結構好きなんだよね。ちなみにこういうあのラフルイグ、これはまあ普通のラフルイグなんだけど、このラフルイグを、業者が買って、まあ、あのこう全くラフルイグ作ってない業者が買ってね、樽ごと買って、でその業者が寝かしてね売ったりするっていうこともやったりするんだけど、そう、まあそういったやつは、まあ、ラフロイグなんだけど、中身はラフロイグなんだけど、寝かせる年数によっても結構違ってくるから味がね。だからそうすごい、10度が上がってね、アルコール度数が上がってたり 60% とか55とか60とかで、まあなんだけど、味はかなりこうまろやかだったり、まあ、要はとんがってなくてね、味がとけとけしくなくてすごいまろやかで飲みやすかったり、そういうのボトラーズっていうんだよね。そうで、まあこういうアイラーが好きな人っていうのは大体、まあボトラーズを買うことが多いんだけど、だけどまあボトラーズも当たり外れ多いからね。だからまあまあバーで飲むのが一番だね。バーでバーでにボトラーズでなんかうまいのねえかっていうことで聞いて、まあそれで買ってみるのがまあ一番いいかもしれないってね。まあ結構俺成城石井好きで、結構こう料理もしねえんだけどなんか妙にこうオイルボイルの種類とかも多いしね、こうちょっとこうすごい高いね、やっぱこんな高いな。まあなんかこうやって見るとなんか家で料理とかしたくなってくるっていうね。大体こうすごい高いんだよねこれね、ドレッシング550円とかね。そうジャムとかもね結構種類がいっぱいあるの。ちなみにこっちはお茶だね。ちなみにあの例の動画のやつそうマイティーは この中に入れて持ってきてんだけど、普通のもうコミのね、薄いお茶飲めないね。
コーヒーもね、こうオーガニック系が結構多いね。この辺もね、ちょっとね、飲んでみたいなっていう。まあ、だけど、まあ、大体ね、コーヒーとか買うときはそばで買っちゃうことが多いかな。これもう、多分動画はこの小籠包100均で売ってそうなやつなんだけどね。高いね、500円するの。これのね、チョコレート前買ったことあるんだけど、これかな、確か。こいつを買ったんかな、激甘。これじゃね、こっちかな。これ激甘。あ、これだ、これ。これね、激甘だからね、マジで。すっげえ甘い。甘いんだけどうめえ。甘うまい。ホワイトチョコレート。もうすっげえ濃厚なホワイトチョコレート。値段は、値段はね、300円、300円だね。高いね。なんか激甘だからね、びっくりそうだ、甘い。こいつ食って鼻血出したからね、俺。糖質制限してて、我慢できずに、切れ食いしてね。で、ボコボコ食ってたら鼻血出たっていう。でな、これね、飴もね、いっぱいあんだよね、これ。こんなんだね、スイカ飴。あ、やべ、もう動画が全然、すぐ行っちゃうね、時間。